こんにちは、スプレアートでのべらちゃんと梅ちゃんです。国際結婚の話について話したいと思います。オッケー。喧嘩とかどういう風にコミュニケーション取るみたいな。そうどうやってやってるので、どうやって仲直りするみたいな。そうこれの話を聞けば、もしかしたら国際結婚してる人でも、うん、まあ、夫婦関係でももしかしたら使えるテクニックかもしれないんで、最後までチャンネル登録して見てください。よう喧嘩したよね。喧嘩は最初は毎日なんかもう毎日喧嘩してた。本当にね、うん、喧嘩する理由は、うん、なんか勘違い。それはまあ多いよね。多かった。どうやって、うん、こちらが喧嘩が少しずつなくなったかって。これやったら本当に減ったよね。喧嘩したら、まあ、お互い好きなわけじゃん。うん、ね、それ決定じゃん。で、喧嘩始まるときはもう何かの勘違いが起こってるんだ。もう喧嘩だから、こう言ったじゃん、言ってないじゃん。だからもう言った言ってないとかどうでもいいのもん。何かのポイントで勘違いしてるお互いが、うん、そうしたらどんなに怒ってても一回落ち着くっていう約束をしたんだよね。うんうんうん。だってさ、ほとんどはさ同じ考えだよね。そう、友達とかでも多分何かの勘違いなんだ。僕らはもう話し合うんだよね。話し合う、落ち着く、ね、ということで、まあ国際結婚で多分ね、あると思う、いろんな人に、うんうん、まあ、もし、あ、うちにもあるよ、そんなことないよとか、うちらはすごい仲いいよとか、うん、共感できるよとか、もしあったらコメントください。うん、で、まあ、いろんな国際結婚の話とかもっと聞きたいなと思ったら、チャンネル登録と高評価、コメントもね、に書いてください。はい、そしたらもっとこんな感じの動画を作ります。オッケー。ありがとう。アディオス。